今日は何しに、あの済生会病院救急科非常勤医師の稲葉です。よろしくお願いします。今日はここでてか、まあ週1回済生会で今も働かせてもらってて、あの救急の仕事やってるから、今日はここで救急車の電話も持って、あのちゃんと救急やってます。はい、あどうしたの、一応ね、そうそうそう、こういうことって結構ある、まあ、よくある、まあ、だからカンファレンス8時半からで決めててもできないことはよくある、病院とはやっぱ全然働き方が違うよ、ね、だからまあそのピースインズの時間単位でミーティングが入ってるみたいな、まあ、そんなこと病院だとありえない、こんな予定だったら全部無駄みたいな456V5 ですか、 V5 の定義って何なの、何が V5 ですか、どうなったら V5 で、どうなったら V4 なの、悩むんだったら俺が採血しとこうか、うん、この人がやばいのかどうか、今やばいのかどうかを判断するっていう救急医のすごい大事な能力で、そこは結構直感的なところもあるんですよ。ごめんね、チクッとしますよ。なんかその救急車来た瞬間にとか、患者さんのお腹触った瞬間に、あ、これなんかやばいやつやっていうので、もうギアを入れ替えて、あの一気に検査をバーッと進めて、もう手術まで持っていくとか、まあ、その感覚っていうのはやっぱ救急医のすごく得意なところだし、救急医としてすごく大事な能力なんですよ。ごめんね、痛かったね、大丈夫ですよ、お医者さん、うん、ありがとう。これはクリアだね。だけど時間と場所が言えないから V5 ではない。今から CT 撮る、うん、いくつかの場所が同時に悪くなったときに、どこからまず最初に手術するのか、まあ、そういうのを決めるのは実は救急医の一番大事な能力で、脳外科とお腹の外科と整形外科と3つの科のスペシャリストがそれぞれいるけど、どこからやったら一番この患者さんが助かる可能性が高くて、かつ機能予後って言ったりするけど、歩いて帰るためにはどうしたらいいのか、まあ、そういうのをこう決めるデシオンメーカーにやっぱ救急はなるべきで、はいはい、まあ、そういう判断とかの能力っていうのはやっぱり災害の現場とかやっぱ生きてきてるとは思う。だからまあ救急医療は決断力の医療だって言ってもいいかもしれない。そうだ、はい、はい、どうも、はい、行きます、はい、10分後だって、なんか思いついた、これってうちでも年に一例あるかないかやから、その病気についてもうちょっと調べてくれる？じゃあその辺も全部調べて、この子を今後どうしたらいいかって考える、うん、ああ、じゃあ本人によく説明して。3番の人は腸が破れて今から多分手術で、2番の人は腹痛でこの救急車で来たけど、お腹触った感じとちょっとエコーしたら多分ガンがある、まあ、そういういろんな人が救急来るから、まあ、救急センターはいつもこうなるんですよ。ちょっと普段違って医師感が、そう、はい、違う医師感があった。飯食う、そのご飯は妻はこの愛妻弁当ですけど、今日取材あるんよって言ったら、まさか弁当移さないよねって言ってた。食堂とかもあるんですか？千里の時はカップラーメンにお湯入れたらドクターカーになって、あの帰ってきてしょっちゅうやって、なんかもうカップラーメンって3時間経ったらこんなになるんだみたいな、なんかモコモコになってて水なくなって、救急車、もしもし、再生会議の救急科稲葉です。頭の中でこっちではこれ考えて、こっちではこれ、まあもともとでも救急って例えばがんの人のことを、なんかもうそのお腹痛いがんの人のことも考えながら、まあさっきのあの痰が詰まったお年寄りのことも考えるし、
こっちでは意識がなくなった若い女の子のことも考えてるし、もともとこうちょっとマルチタスキングだよね多分ね。救急、いや、本当は朝はいつも ICU で看護の店やって問題点を準備して、ね、なんか意見言ったりするんだけど、今日朝救急車来てたから看護出れなかった。一応ちょっと見た。東京で大地震が今あったとしたら、うん、どういうフローで、まあ、その時はやっぱりちょっと他の先生とかにお願いして、でその間に大西さんとかいろんな人と電話で相談をして、まあ、それはやっぱりもうここと並行ではそういう時はできないから、で自分自身も準備したりとか、いっぺん家に帰って荷物取って行ったりとか、まあ、そうしないと。そうだから、まあそういう意味ではここは常に最悪僕がいなくなっても、まあ、大丈夫なバックアップがあるところで働かせてもらってるっていう。まあ、救急ではこうやって今日だけ働くみたいなことがまあやりやすいよね。まあ、それでもお役に立てるっていうか。いいよ。はい。とっても不安になる。相手はいるんだ。このまま急激にもし終わられると長くなったりすることもあると思いますし、おっしゃったように点滴とかして少し。まあ、でもここが一応まあ救急の職場だから。あとは院内で例えば急変とかがあったら、まあ、コードブルーみたいなのがあったりとかしたらそこに行くし、まあ、さっきみたいに緊急手術があったら行けるときは手術室に行ったりとか、あとは ICU とか ICU で処置やったりとかお手伝ったりすることもあるわ。デフォルトの、そうやね、デフォルトか。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。